ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。うおリンダリンダチャンネルにようこそ。今回は、1979年昭和54年に放映のテレビアニメの、科学忍者隊ガッチャマンファイター忍者隊メカを解説したいと思います。前回の登場人物、概要動画をまだの方は URL を載せておきますので、ぜひ合わせてご覧くださいね。メカについても賛否両論ありますが、ファイターはかなり玩具寄りに見えるわ。最終回についても解説しますので、ぜひ最後までご覧くださいね。今回もてんこ盛りでお送りしますので、楽しんでご覧くださいね。知らない人も楽しんで。知っている人は改めて、どっぷりと懐かしい昭和時代を満喫してほしいんだぜ。ぜひ高評価&チャンネル登録もお願いします。今回も、ゆっくりしていってねー。科学忍者隊ガッチャマンファイター。第一2作目と全く異なるデザインでしたが、今回はどんなか楽しみなんだぜ。ガッチャマンファイター忍者隊メカ。科学忍者隊ガッチャマンファイターは、科学忍者隊ガッチャマンシリーズ第3作として、科学忍者隊ガッチャマン2から連続してフジテレビ系で、毎週日曜日18時から18時30分に放送された、タツノコプロ制作のテレビアニメ。1979年10月7日から、1980年8月31日まで放映、全48話。登場メカ。ワードスタイル。基本的に外見は2と大きな変化はないですが、全員へ支給される拳銃がソニックガンから、よりコンパクトな新型に更新されているぜ。ニューゴッドフェニックス。前作2のメインメカ、本体は忍者隊メカの基地として考え、本体に5機の忍者隊メカを収納するシステムに改めた巨大メカ。本体には操縦サポートロボットタイマーが搭載され、戦闘時に忍者隊全員が出動可能になり、ユーガ留守番をする必要はなくなっていたぜ。第1話で鉄銃メカの攻撃を受けて大破した。Gメカ。科学忍者隊は本作品でもGメカと呼ばれる、専用のマシンをそれぞれが使用しているわ。本作品では5機のGメカが合体して、大型戦闘機ガッチャスパルタンになるぜ。各Gメカには番号が振られ、機体色は白を基調としているわ。縁取りの色は各機異なりますが、合体後は G1 号メカの縁取りの色である赤で統一されるぜ。玩具では合体後も縁取りの色はそのままであるわ。前作2同様、各Gメカには第1作に見られるような変形偽装機能はないぜ。合体の都合上、全機が飛行可能で、合体後はシートが移動して、全メンバーが総合コクピットへと移るわ。G1 号、ガッチャ1。大鷲の剣が登場する戦闘機、縁取りの色は赤。合体時はガッチャスパルタンの機種になるぜ。武装は機関砲、レーザー砲、ミサイル。鴨木市長の説明によれば、操縦方法は前 G1 号メカ、イーグルシャークとほぼ同じとのことであるわ。ガッチャマンフェンサーを構えた剣が上に乗った状態で、G1 号のみがガッチャスパルタンから再分離し、切りかかる戦法を取ることができるぜ。初期はこの戦法で敵メカの戦闘力を奪った後に再合体して、体当たりを観光し、撃退していたわ。G2 号、ガッチャ2。コンドルの城が登場する飛行可能な、フォーミュラカータイプのマシン。合体前の縁取りの色は青、合体時はガッチャスパルタンの上面になるぜ。武装は機関砲のほか、コンドルフィーバーという強力なミサイルを装備しているわ。ハイパーシュート時には剣はこの機体の上部で構えを取るぜ。最終回、Z の体内でガッチャスパルタンが身動きが取れなくなった時に、唯一動ける本社に、科学忍者隊全員がしがみつき、壁を垂直走行。G3 号、ガッチャ3。白鳥の順が登場する V とオール機、合体前の縁取りの色は緑。機関砲、ミサイルを装備しているぜ。合体時はガッチャスパルタンの中央部、垂直離着陸用エンジンになるわ。合体の都合上、前2作とは違いバイクタイプのマシンではなくなっているぜ。G4 号、ガッチャ4。つば黒のジンベイが登場する飛行戦車、合体前の縁取りの色は黒。機関砲、ロケット砲を装備しているわ。合体時はガッチャスパルタンの中部から後部になるぜ。前々作での装甲車タイプのコンセプトが復活しており、新たな装備も追加されているわ。G5 号、ガッチャ5。ミミズクの竜が登場する水陸両用工作車で、飛行も可能。合体前の縁取りの色は黄色。ミサイル、機関砲、マジックハンドを装備しているわ。合体時はガッチャスパルタンの、後部、着陸用車輪、メインエンジン、総合コクピットになるぜ。個人マシンということもあり、前作のマシンのコンセプトを受け継いだマシンとなったわ。ガッチャスパルタン。忍者隊が乗り込む、5機の G メカが、大鷲の剣の、ユーナイト、ガッチャスパルタン。の掛け声で合体して完成する、大型戦闘機。
玩具ではこれをゴレン合体作戦と呼ぶ。第1話で大破したニューゴッドフェニックスに代わる戦闘機でもあるぜ。ちなみに分離するときはブランチアウトというが、合体状態があまりにも強力なため、合体した場合戦闘中にサイドゴキに分離するような作戦はほとんど行われていないわ。合体完了とともにデルタパワーフィールドという力場に機体全体が覆われ、鉄十メカの攻撃を大幅に和らげるぜ。フィールドの出力を上げれば体当たり攻撃も可能。三角形の紙飛行機を裏返したような三角錐に近い独特の形状を持ち、今でいうステルス戦闘機のようなデザインをしているわ。主な武装は機関砲、スパルタンレーザー。前作までの必殺技化学忍法火の鳥に代わり、デルタパワーフィールドとガッチャマンフェンサーとの連動による化学忍法ハイパーシュートが最大の必殺技。これは16話から登場し、ハイパーシュート用 G スーツの採用とジェネレーター出力が向上したことで可能となった。それに伴いオープニングアニメの一部が変更されているわ。前作のニューゴッドフェニックス同様、ポピーの村上克氏のアイデアが随所に盛り込まれていますが、こちらは玩具的にもデザイン的にも優れたものになっているぜ。初代のゴッドフェニックスからは全くかけ離れた姿になってしまったものの、ゴキが合体することで必殺技が使用可能になるという点では、前作のニューゴッドフェニックスよりも初代のゴッドフェニックスのコンセプトに近いぜ。最終決戦時、総裁 Z の中心核を破壊した忍者隊は反物質小惑星を止めようとするが、全員そこで力尽きてしまうわ。しかし南部長官の形見である火の鳥のペンダントが光り輝き、その光がゴキのメカを集結させ火の鳥となり、 Z の内部を突き破って外に飛び出したぜ。スパルタンが火の鳥となって脱出するシーンは第1作目第1話のオマージュとなっているわ。忍者隊自身は光に包まれてスパルタンに登場したのかどうかは不明なため、生死のわからないままラストを迎えることとなったぜ。単にスパルタンのみが脱出しただけでは意味がないと言えるため、忍者隊も共に脱出していると考えられるわ。ガッチャマン基地。前作の移動基地 G タウンに代わり、科学忍者隊の本拠地となる基地。地中深くに建造され、各 G メカ発進の際にはシャフトでせり上がり、分厚い岩盤を幾重にも重ねたゲートを開放して発進させるぜ。なお、従来の基地と違って移動は不可能らしいわ。また、南部博士が常駐しないため、従来と違い、研究ラボとしての機能を有さない、戦闘基地的な性格が強く、鴨木市長ら整備技術者はいますが、かつて見られた科学者前とした研究者が見当たらないわ。第41話で、キャラクターのスパイ SP2 号が持ち込んだ、アンテナ物質によって、所在地を発見され、鉄十メカの地中魚雷攻撃で破壊されたぜ。チータン2から引き続き登場する科学忍者隊の水中移動基地。ただし描写は第1話の室内のみ、ガッチャマン基地崩壊後の再利用はされていないわ。鉄十メカ。総裁 Z が製造するキャラクターの巨大メカ。本作品では第1話ほか、画面対比から見て、ニューゴッドフェニックスの10倍以上にも達するような巨大な鉄十が、たびたび見られたぜ。実際の画像ではそれ以上に見える。従来作が怪獣的デザインだったのに対して、動力パイプを持つなど、兵器然としたものが増えているわ。また、決戦兵器との扱いではなく、通常戦力として多数の鉄獣が、同時に登場する場面も多いぜ。ただし、旧作でも再生鉄獣の総攻撃的な同時登場はあった。エボボスラ、ファミリー戦闘兵器。戦車、戦闘機、戦闘ヘリなどが存在。キャラクター襲名以前の開発ですが、それでもオーバーテクノロジーで地中から現れる戦車をはじめ、軍事的な常識からすると、脅威のメカも多いわ。前半までは国連軍が全く歯が立たず、数の上では侵攻の主力を占める高性能兵器軍であるぜ。フェーザー戦車。後半より登場する国連軍の新型戦車。砲塔には鉄銃にすら有効打を与えられる連装のフェザービーム砲を搭載しており、この戦車の大量配備によってキャラクターに押されていた各地の戦線は急激に押し戻されることとなるわ。ガッチャマン基地や国際科学技術庁本部にも配備されているぜ。ギャラタン。サタン方面陥落目前に建設された、キャラクターの新本拠地。総裁 Z が用意した巨大な地下都市で、内部はエボボスラー城を筆頭に、何から何までサタン方面そっくりに再現されており、自室を目にしたエボボスラーをうならせているわ。蓄音機まで用意され、ラッパからは、英雄、が流れていた。第43話で南部博士の仇討ちとばかりに乗り込んできた、科学忍者隊の吸収により壊滅したぜ。エピソード。本作品終了後の、1980年10月10日、千代田会館内にあった千代田公会堂で上映会が行われましたが、その時の入場券は南部、
コウサブローではなく、コウサブローと表記。博士の告別式の案内状を模したものとなっていたわ。ちなみに、上映作品は前々作の劇場版、前作ガッチャマン2 53話。ガッチャマン2は52話までなので初作の可能性がある。そして本作品ガッチャマンファイターから、42話、47話、48話だったぜ。宝より2003年、ミクロアクションとして発売された、大足の剣のフィギュアには、本作品に登場したガッチャマンフェンサーが付属していたわ。最終回で、全滅。第3作目のストーリーは、科学忍者隊が無事に、悪の組織の野望を阻止し、総裁 X を破った直後から始まるぜ。前作の戦いで、荒れ果てた地球は少しずつ復興しかけていましたが、その陰で、瓦礫の中に埋もれていたはずの総裁 X のメカが、密かに増殖を始め、新たに総裁 Z となる新キャラが誕生。新生キャラクターを名乗り、前作よりもパワーアップした、超巨大メカで、再び地球を破壊尽くそうと企むのだった。これに対しガッチャマンたちは、ガッチャマンフェンサーなる、新たな武器を使って立ち向かったのですが、一つだけ大きな問題があったぜ。なんと、ガッチャマンフェンサーを使うたびに、強力なエネルギーの反動が蓄積していき、その副作用で、ガッチャマンたちの細胞が死んでしまうのだ。ストーリー終盤では、細胞破壊のダメージに苦しむ主人公の、大足の剣の姿が描かれ、さらには主要キャラクターである、南部長官が捕らえられた上に、拷問されるというハードな展開が挟み込まれ、どんどん作品は、暗いムードに覆われていったぜ。そして迎えたクライマックスでは、ついにガッチャマンたちが総裁 Z を倒したものの、長い戦いの間に、体を蝕まれたせいで、最後には、残った力を果たしてしまうわ。ラストシーンでは、敵アジトの爆発に巻き込まれて、ガッチャマンたちが全員死亡。それを見た地球の司令官は、忍者隊は、ガッチャマンは、死んでしまったのでしょうか。もしもそうなら、彼らを、いや、ガッチャマンを殺したのは我々だ。とつぶやく場面で画面はフェードアウトし、飛べ、不死鳥の戦士たちよ、飛べ、永遠のガッチャマン。という威勢のいいナレーションが流れたところで放送は終わったわ。8年も続いた人気シリーズのラストが全滅だったため、当時の子供は大きなショックを受けたそうだ。どうもお疲れ様でした。お、帰ってきたね。最後まで見ていただきありがとうなんだぜ。楽しんでいただけましたか？今回は、1979年昭和54年放送の、科学忍者隊ガッチャマンファイターの忍者隊メカ及び、最終回、を解説してみましたが、いかがでしたか？最終回では、一見次に続きそうなラストだったのに、切ないわ。今回もまだまだ解説しきれないものも多かったので、追加などありましたら、随時アップデートしていくぜ。何か気づいたことなどありましたら、コメントしてくださいね。よかったら、高評価&チャンネル登録もお願いします。次回来た時も、ゆっくりしていってねー。